皆さんこんにちは、大瀬です。今回は4月の27日と28日に行います、 B リーグ第35節琉球ゴールデンキングス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズの西地区大一番の勝負の見どころを紹介していきたいと思います。琉球が今シーズン最も苦戦したチームと言いましたら名古屋ダイヤモンドドルフィンズとなります。まだ今シーズン唯一勝っていないチームでございます。琉球がこの節に1回でも勝ちましたら琉球の西地区優勝が決まる大事な試合となっています。琉球の選手そしてファンブースターにとっても見逃せないこの大事な試合、強敵難敵名古屋にどう打ち勝つか、これまた個人的見解見どころ紹介していきたいと思います。そしてこれ紹介の前に先にこれ個人的なお知らせを行います。今回の試合では私4月27日ゲーム1観戦しに行きます。そしてこのキラキラ作ってる途中なんですけども、このキラキラをこれコートエンドそしてベンチの後ろを中心にこれ配っていきたいと思いますので、まあ1階席2階席のこれファンブースターの皆さんに配りまして、後半これ名古屋ダイヤモンドドルフィンズのまあフリースローを妨害する沖縄アリーナで行われていることをこれ名古屋のドルフィンズアリーナに逆輸入しまして、名古屋ダイヤモンドドルフィンズのプレッシャーを共にこれしていきたいなとまあ個人的には思っています。それでは今回も見どころ紹介していきます。もしよろしければ最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今回の琉球対名古屋、まず一番止めないといけないポイントはエサトン選手のところでございます。名古屋としては多彩なオフェンス、スリーポイント、オールコートマンツーからのハーフコートゾーンのマンツーに切り替わるという多彩なオフェンスディフェンスがありまして、琉球ゴールデンキングスそれにまあ手を焼かれていたポイントというのはあるんですけども、一番止めないといけないのはエサトン選手のところでございます。このエサトン選手が名古屋のインサイドを支えている重要な選手でございまして、エサトン選手が名古屋のオフェンスの時には率先して走る姿というのもございますし、またこれガード選手斉藤選手との合わせ2面ゲーム、これまた名古屋ダイヤモンドドルフィンズの基本であり強力な武器スタイルでございます。このエサトン選手の中のプレーを止めれるかがまず第一のポイントになってきまして、個人的にはこれジャック・クーリー選手がついてもいいのではないかと思います。身長的ポジションで言いましたらクーリー選手がティム・ソアレス選手、ダーラム選手が、まあ、機動力と考えてエサトン選手にマッチアップというのが一つこれ考えられるパターンになってくるんですけども、インサイドのフィジカルを直接的に止めるという風な考え方であれば、これエサトン選手に対してクーリー選手がマッチアップ。で、エサトン選手とクーリー選手のマッチアップになるとしたら、そこで琉球がアドバンテージ取りたいのはリバウンド。このリバウンドの面でもエサトン選手が積極的に絡んで、これまたセカンドチャンスポイントを生んで、名古屋のスリーポイントが刺さるという展開。で、名古屋はそのエサトン選手の中の得点。で、外からのこれ日本人選手の得点というのが非常に強力な武器となっているんですけども、その流れ、リズムを止めるとするであれば、エサトン選手のインサイドプレイを止めるのが、僕個人としては最優先かなと思っています。これを、まあ、クーリー選手、ダーラム選手がマッチアップした時に、エサトン選手の得点を止めることが、名古屋の得点を止める一つの重要なポイントになってきます。そこで流れを作られてしまったら、まずインサイドで得点を入れられる。そして、スリーポイントという名古屋の強力な武器が、琉球ゴールデンキングスのディフェンスを、ズタズタに切りサポートしています。このスリーポイント、前の試合では島根との対戦で5割を超えるスリーポイントの確率をチームで叩き出しておりまして、この日本人選手プラスティム・ソアレス選手のスリーポイントが、これまた相手のゾーンディフェンスだったり、この距離を空けてのディフェンスを容赦なく潰すオフェンススリーポイントとなっていますので、そこをまた警戒しないといけないポイント。で、スリーポイントが決まりだしたら、さっき言ったエサトン選手のインサイドワークだったり、途中から出てきますジョシュア・スミス選手の強力なフィジカルプレー、外が生きるからこそ中に隙が生まれるという展開を、これ名古屋としてはオフェンスの基本的な構築、流れを作るワンパターンとして使っていますので、このスリーポイントとエサトン選手のインサイドのポイント、ここを琉球ゴールデンキングスディフェンス対策できるかどうかが、これ名古屋に勝つための重要なポイントになってくると思います。琉球としては、このインサイドの面で言ったら最初に言いました、クーリー選手。クーリー選手が、これエサトン選手、ティム・ソアレス選手のインサイドプレーを止めることにより、
これインサイド、得点を許すことなく、そしてクーリー選手のアドバンテージであるリバウンドを取れるかどうか、前の試合ではクーリー選手が出られなかったというのは非常に痛いところでございまして、もしここにクーリー選手がいたらリバウンド取れたかもしれないという展開が多々ございました。しかし結果としてはクーリー選手が出られなく、そこをエサトン選手だったりムソワラス選手が巧みについてきましたので、そこは名古屋に軍配が上がった前の試合、このインサイドのフィジカルの対決でダーラム選手、クーリー選手が最初に主導権握れるかどうかが、これ名古屋の対戦スタート立ち上がりが大事になってきます。そこでクーリー選手、ダーラム選手が本来自分のプレーができることにより、セカンドユニットで登場するビッグロー選手、カーク選手がその流れを引き継げるという戦法になってきます。で、そのパターンになってきましたら、今回はビッグロー選手が外国籍選手の中では最も速い選手となりますので、そこのスピードのミスマッチをつけるというのが琉球としては強いポイントになってきます。ビッグロー選手は外国籍選手のマッチアップ、また相手のアジア特別枠のレイ・パークスジュニア選手、この選手もこれフィジカルなディフェンスを駆使してビッグロー選手に食らいつこうとする姿勢があるんですけども、ビッグロー選手がそこでクーリー選手、ダーラム選手が作ってくれた流れがもしありましたら、ビッグロー選手の力というのはさらに大きく発揮することができますので、そこでスペースが空いたらジャンプショットで決めたり、またスピードでレイアップを決めて、よくばバスカンを決めるという、これまたビッグロー選手の得意なプレーというのが見ることができますので、最初の流れからこのビッグロー選手の3番ポジションでの活躍、ここが琉球ゴールデンキングス、今回名古屋ダイヤモンドドルフィンズを切り裂く一つのポイントになってくると思います。そして琉球がオフェンス面でやはりこれ攻略しないといけないのは、名古屋の無尽蔵な走るディフェンスのスタイルでございます。名古屋としてはこの誰が出ても2-1-2でゾーンプレスでオフェンス止めにかかってきて、そしてゾーンになってはマンツーマンに切り替えるという、この決められたディフェンスを琉球がこれこの3試合目で攻略できるかどうかになってきます。その名古屋の変則的なディフェンスに捕まってしまったら、琉球としては入るシュートが入らなくなってしまい、また今回はこれドルフィンズアリーナというアウェーで行われますので、琉球としてはさらにこれファンブースターのプレッシャーがかかるというハンディキャップを背負っての対戦になります。それを切り開くにはやはり名古屋ダイヤモンドドルフィンズの得意なスリーポイントに対抗できる琉球のスリーポイント、今回これが名古屋ダイヤモンドドルフィンズのディフェンスを攻略する一つのキーポイントになってきます。最初のポイントでは岸本選手、今村選手がスリーを決めて、セカンドユニットの選手がこれまた岸本選手、今村選手の流れを引き継げるかどうかになってきます。ここでセカンドユニットが流れをもし止めることになりましたら、名古屋のオフェンスディフェンスが容赦なく襲いかかってきまして、流れ主導権を得たと思いきや、その流れ主導権を一気に取り返される恐れというのがございます。名古屋のセカンドユニットの選手ももう空いたら積極的にスリーを打つこのポテンシャルを持っていますので、名古屋がさらには試合で先制パンチでスリーを決めるという試合が多々ございまして、その先制パンチのスリーを決めてから島根にリードを許さず勝利するという、この島根に対して圧倒的な力の差を見せつけてきますので、相手のスリーに関してこれまたチェック、またはディフェンスのスイッチングのミス、コミュニケーションミスでノーマークが生まれてしまってはいけないというポイントも、これまた琉球ゴールデンキングスが課題としているポイントを乗り越えれるかポイントになってくるかどうかになってきます。岸本選手、今村選手がこれ持ち前のスリーポイントで琉球ゴールデンキングスに最初リードを許すことになりましたら、名古屋としてはタイムアウトを取らざる得なくなります。でタイムアウトを取った後の名古屋が本番になってきますので、琉球はそのマインドリセットをした名古屋に対しても対応できて、流れ主導権を渡すことなくプレーできるかどうかも重要になってきます。そしてこのセカンドユニットのスリーポイントの活躍が牧選手、松脇選手、荒川選手に必要な要素になってきます。松脇選手は外国籍選手もしくはアジア特別枠の選手にマッチアップしつつスリーポイントを決めないといけない。牧選手は相手のガード選手、斉藤選手の変幻時代のゲームコントロールをこれ乗り越えて、ディフェンス、そしてスリーポイント積極的にキャリアハイのごとくオフェンスを仕掛けれるかどうかになってきます。そして荒川選手はどんな選手であれがむしゃらに食らいついて、
相手の好きなプレーをさせないディフェンス、そして平均で1試合1本は決めてくれるであろうスリーポイントを決めれるかどうかも、これ荒川選手、牧選手、松脇選手それぞれにこれ役割が違ってきますので、そこが琉球としては一つ注目したいポイントになってきます。そしてまた話は戻りまして、インサイドの場面、インサイドの場面でエサトン選手のインサイドポイントを止めないといけないんですけども、ここ最近の試合で不気味なのはエサトン選手がスリーを全く打ってこないことでございます。直近の3試合でエサトン選手はスリーを1本も打たずに、またその前の前の試合ではスリーは1本は打つんですけど結果外れるという展開がございました。エサトン選手のスリーがないのが個人的には不気味なところでございまして、エサトン選手が流れに乗ってる時はスリーを100発100中で成功させる試合というのはザラにありまして、エサトン選手がもしかしたらこの琉球に最後とどめさすためにここぞのスリーポイントをあえて今現時点で封印してるという可能性もありますので、エサトン選手のここぞという外にもクーリー選手、ダーラム選手、カーク選手が反応できるかどうか注目したいところ、またスリーポイントの流れが名古屋に乗っていましたらティム・ソアレス選手がそれに対応してスリーポイント積極的に打ってきますので、センターとしてインサイドワークも重要ですけども、ティム・ソアレス選手、エサトン選手のスリーポイントにもこれ琉球のインサイド陣がきっちり対応できるかどうか、この名古屋の多彩なオフェンスディフェンスに対して琉球ゴールデンキングスが今まで接戦で負けた2試合、これ振り返って対策をきっちりできるかどうかがかかってきます。そしてなんといってもこれ最後やられてはいけないのはここぞのスリーポイント、名古屋と2試合戦っていまして、全てスリーポイントで最後とどめを刺されております。そのとどめ刺して引導を渡しているのが名古屋ダイヤモンドドルフィンのキャプテンである須田選手、この須田選手が昨シーズン一番悔しさをにじみ出しておりまして、その悔しさを晴らす勝利というのを最後須田選手が作り上げています。琉球としてはこの最後ここぞという一撃、須田選手の一撃を止めれるかどうかがこれ最後の課題になってきますので、琉球としてはこの名古屋の多彩なオフェンス、ここぞの須田選手、いろんなこれ止めないといけないところ、大変なところというのはあるんですけども、やはり琉球が西地区優勝するためにはこの名古屋を倒さないといけないので、この琉球ゴールデンキングスが名古屋の多彩なオフェンスディフェンスを攻略できるかどうか、これまた見届けていきたいと思います。チャンネル登録お願いします。最初に申し上げました、観戦に行きますので、こちらのキラキラ今現時点でも、制作中でございます。このキラキラを持ってこれ名古屋ダイヤモンドドルフィンズフリースロー1本でも外せるように、プレッシャーをかけていきまして、個人的にもやはり琉球ゴールデンキングスが勝利 1% でも可能性を上げるためにはどうしたらいいか、それがやはりこの沖縄アリーナでも名物となっていますキラキラでのディフェンス、このキラキラを使って名古屋ダイヤモンドドルフィンズにプレッシャーをかけまして、いつもフリースロー入る選手たちがフリースロー落とした時にはこれファンブースターの一体感というのはより一層強くなってきますので、これ会場で共にキラキラを振って琉球ゴールデンキングスの勝利、そしてゲーム1でこれ優勝を目の当たりにしたいなと個人的には思っています。皆さんどうかこのキラキラの協力よろしくお願いします。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。以上です。